韓国料理研究家として現在東京中心に活動している来日24年目の韓国부천出身の김현정と申します。テレビ、雑誌、本、YouTube などメディアを通じて韓国料理の魅力を発信したり、韓国食材 PR を担当するなど、ありのままの韓国料理を日本の皆さんに伝えるように活動を幅広くさせていただいております。韓国ドラマがちょうど波に乗ってきたタイミングで、テレビで韓国料理を紹介する番組が増え始めたと思うんですが、そこで韓国が好きな日本人にはありのままの韓国料理、韓国人が本当に好きな韓国料理を伝えたいと思ってブログを立ち上げたことがきっかけになり、たくさんの方々から声をかけていただけるようになりました。仕事のやりがいですが、数えきれないほどたくさんあります。例えば遠い地方からわざわざお越しになったご年配の方に韓国料理という新しいジャンルにチャレンジしていただき、満遍な笑顔で楽しく料理を取り組む姿を見た時や、在日の方々が昔のおばあちゃんが作ってくれた味を再現できて嬉しいという言葉をいただいた時や、韓国を知ろうとする熱心な愛の気持ちを知った時ですね。特に私の家族が料理教室、本の出版などの活躍を喜んで応援してくれているのですが、家族からの応援の声を聞く時、本当にこの仕事やってよかったなと思ってます。私は母の料理で育ち、料理が大好きになりました。今韓国料理を通じて人に笑顔、元気、勇気を与えることができているのは母の料理があったからだと思います。今の仕事から感じることは、料理を通じて日本と韓国がさらに近くなりました。これからも料理教室だけではなく、イベントやメディアを通じて両国の良さをたくさん発信していきたいです。